木曜日。あ、夏休みどう？夏休み、まだ全然実感できてない。でもなんか、昨日宿題をして、結構、あ、今日金曜日だっけ？あ、金曜日か。金曜日か。金曜日か。金曜日おはよう。そう、結構宿題をして、私、宿題、なんか昨日ね、そう、この部屋クーラーつけてたから涼しくて、ショールームの後だから、そうやってたの、宿題を今の時間にやろうと思って。そう、二重が片方くっきり、これ朝起きたらこうなってたから、このまま来た。あはは、そう、めっちゃくっきりですよね、こっち。ラッキーと思って、いつもはこっちの目です。なんかいけない。そう、涼しかったところがあったから、涼しかったからやりました。何時に起きたの？6時50分です。そう、夏休みいつから？今日から。今日からだよ。イエイ。短い、そう思った。こっちとこっち全然短いが違う。宿題いっぱいあるのって。宿題終わらない、まだ 宿題はまだ終わらないよ。宿題結構多い、結構多い、結構多い。通知表はまだもらってません、実は今日。 このショールームが終わったから。そう、あ、そういう時配信の縛りはどうなるのって。そう、それをね、昨日聞いて、マネージャーさんに。で、今話し合い中で、もうちょっとしたら分かるから待っててって教えてもらったのでね、もうちょっとしたらわかるので、そしたらお伝えします。そう、返事待ち今。ここは3種類宿題終わった。すごい。私は今2種類終わって、終わりそうな宿題が2個ある。私早い。 私今日、今年の宿題めっちゃ早くないかって感じです。ね。すぐ終わりそうやった。今、簡単な宿題から手を出してて。そう、簡単な宿題から手を出してて。みーみーは宿題溜めるらしいって。それ宣言することじゃない。そう、簡単な宿題からね、手を出していき、最後に難しい宿題を何日間かかけてちょこちょこやっていくので、簡単なのはパッパと終わらせます。うん。読書感想文あるの？あ、ないよ。ないよ。そう、みゆみゆめっちゃ言っとるじゃん、自分のあれとか。 そう、そう、読書感想文ない。難しいのって何？なんか難しいというか、数学の宿題がちょっと「はい？」って感じで、なんかその数学の宿題が、その答えと、あ、問題と回答が書いてある、すごいめちゃめちゃでかい冊子を入学した時にもらったんですけど、その1から30までを全部答えと回答を写すっていう宿題なんですよ。回答自分で考えんのかーいって感じだった。びっくりした。書写だ。 ねえ、すごいよね。そう、書くだけ、それは写すんよ。
もう一個ね、普通に解くプリント集も配られてるけど、そう、なんでそれってね、びっくりした。それならすぐできそう、それならすぐできそうって思うじゃないですか。でも1から30まで写すけど、1の中にも丸1、丸2、丸3みたいないっぱいあって、もうはあって感じ、はあって感じ。1時間あればいける。いけないいけないいけない。そう、でもね、頑張ろう。今年の夏はね、革命を起こすと決めたので、このショールームが終わってからも宿題をする予定 そう、する予定です。そう、おいさー、高校入れば宿題、高校生 高校生宿題あるんですよ。夏休みレッスンとかはありますよ。そう、あるから早めに終わらせようと思って。笑って、ははは、ティフのチケット買ったよって、ありがとう。もうティフめっちゃ楽しみですね。もう95日、あと5日で100日やねーって。ほんまや、100日まであと5日。5日後は26日、26日です。100回記念日、おはよう。100回って3ヶ月とちょっと、すごい。皆さんたくさん来てくださってありがとうございます。イエッ、泊まりに来るじゃろ、ミユたち。100回記念とかぶったらめっちゃいいのに。タコパスタイム。あははは、NMB さんのコンサート行くからって不安無理って。じゃあいつかまた何かのイベントがあったら見に来てね。か。千穂ちゃんの配信は癖になる ありがとうございます。握手会の時「いえ」って言ってくれてありがとうございました。全然「いえ」、そう「いえ」、あ、キャッチフレーズしよう。今日ちょっと朝って感じ。私が瀬戸内っていうので、そしたら皆さん「地方」って言ってください。それでは行きます。はい、瀬戸内地方、瀬戸内から笑顔を届けるけん、広島県出身15歳、千穂ちゃんこと石田千穂です。いえ、よろしくお願いします。イエーイ、夜勤明けで眠れず、お疲れ様です。夜勤大変ですよね、きっと。
ウケる 気づいたら朝起きてちょうちゃんのシャーラメ見てます。ありがとうございます。そう、これからもね、7時半に何かあってできない時以外は7時半にする予定なので、皆さん そういえば言おうとしとった言葉をコメント見ながら言ったら絶対に混ざってしまう。さあ、皆さんぜひ見てください。お腹すいたって、ジホもお腹すいた。お腹すいた。朝ごはん食べたけど パブランさん、みでねえつ、かずゆきさん、だるま、はるさん、たこ、たこ焼き作れるね。かずゆきさん、だるま、ありがとうございます。やまとぅさん、たこ、たこ、はるさん、たこ、ゆきおさん、たこ、ありがとう、たこ焼き作れるね。かずゆきさん、だるま、パブロさん、緑のやつ、ありがとうございます。最近冷凍ヨーグルト食べてる？食べてるよ。冷凍ヨーグルトは本当に気づいたら手がヨーグルトを冷凍のところに持っていってるってぐらい食べてる。うん？気づいたら冷凍してる。そう、暑いからね。暑くて食欲が出ない時とか、まあ出るけど めっちゃ美味しいですよ。なんか地方の今までやってきた中で一番美味しかった時間が5時間冷凍、嘘でる 5時間冷凍する、5時間冷凍するヨーグルトは本当に美味しかった。ちょっとしたシャーベットみたいな。本当に夏のおやつに最適です。冷凍みかんは好き？冷凍みかん好きよ。冷凍みかん好きだけど、小学校の給食以来食べてないかも。みゆみゆが地方の後、みゆみゆがって今 めっちゃなまっとった。みゆみゆが地方のためにトマト栽培中。あれ、トマト栽培しとるよね。そう、トマトって思った。あ、すごい、似てる名前が間違えた。似とることが2つ。冷凍プリン美味しいよ。プリンも冷凍すると美味しいよって。そう、そうじゃないよ。冷凍プリン1個今プリンあったと思う。作ってみよう 左目の耳に二重の癖が強いんじゃって。そう、今日は起きたらパッチリ二重になってたの、こっちだけ。ずっとこれであってほしい、両方とも。あ、戻った？戻ってないか。ははは、ともみだか、ともこだか、元気になったんだろうかって、元気になったんだろうかって、そう、面白い。今日は眠そうじゃないって。まあまあ でも朝な気分今。俺が飲む、あ、ほんまやの夜勤なのに、皆さんいつも来てくださってありがとうございます。あ、あれ、あった。実は今日 AKB 劇場に公演見に行く。おお、楽しんでください。いいね、楽しんで。パブロンさん、タコありがとう。たこ焼き作れるね。
ゆいも配信から来ました。あ、ゆいもからありがとう。ゆいも配信しとったんじゃん。あ、ななさんもいるよって、いいね。今日もななさんが生で近くで踊ってるのを見たことあるけど、私がお客さんとしてななさんを見たことはないので見てみたいですね。29日当たれば NGT さんの劇場行く。あ、いいですね、いいですね、いいですね。そう、 NGT 劇場行きたいですって言った。公演見学ができたらいいのにねって。うん、本当に TIFF とかのさ、帰りとかもし時間があるなら見学とかできたらもう最高なのに。おはよう。劇場早くってね、本当に船、船行ったことある劇場ないんですよ。そうだから行ってみたい。そう、おはよう。柱が邪魔なんじゃって、 AKB 劇場なんか大きい柱がありますよね。あのピンクのあれ貼ってる、年ごとに。そうだね、そうね。ウケる。船間に合わなくてイカダとかにならないよねって。そう、イカダ、イカダバタって倒れそう。船ね、本当にだって本当は7月くらいの予定って書いてありましたよね。とっくに7月、夏ぐらいの予定だったっけ。夏頃の予定か。じゃあもうちょっとだね。そう、確かに夏のイメージだからね。STU って確かに夏の間に船で劇場したいですね。皆さんブルーハワーありがとう。実は今日髪の毛何もやってないんですよ。寝起きの髪型だから前髪もここら辺とか頑張ってって感じ。うん、でもツヤツヤって、そう、昨日トリートメントに行ったから、さらさら。あ、見て、私が使ってる櫛。これめっちゃサラサラになるんですよ。だからどうしても欲しくて、クリスマスかハロウィンかのプレゼントにもらいました。そう、前髪自然に分かれるのかって。私ここでピン止めて寝てて、ここのこっちでピッて、だから分けます。いや、全然特別な成分は入ってないと思う。でもこれすごいサラサラになるんですよ。メンバーなんか握手会の時のメンバーは座ってないけど、メンバーの荷物が置いてあるところにこの櫛の種類のやつがあって、 STU のメンバーの誰かも使ってるんだって思った。でもお高いんでしょ。そうだから櫛にしてはちょっとお高かったから、プレゼントの G
時期の多分クリスマスかなにお願いした。めっちゃお願いした。末橋どこに行ってる？コストコで買いました。そうコストコで買ったけど結構どこにもあると思う。誰かの家族、お母さんだからお母さんと愛用してる。コストコよく行くなって。コストコよく行くよ。でも最近行けとらん。不足してる。不足してる。出たコストコで。そう、昨日のナナさんキレキレだった。気迫入ってました。昨日あれですよね、公演初、名前が何だったっけ、見てないんですよ。見たい。そう、あ、神曲縛り、それだ。そう、まばめでいっぱい来てました。やばかったらしい。見たかった。ナナさんエースの公演ですって。そう、いいね。うわ、鼻水。焼き焼きです。お疲れ様です。来てくださってありがとうございます。前髪頑張る。今日めっちゃ左右の目の大きさ違うねって言われる。そう、こっちが起きたらパッチリ二重になっててテンション上がってそのまま来たんです。そう、今度からは直そう。メガネかけて、メガネかけてるよ。普段は奥舞台、うん、普段こっち。普段奥舞台。どう普段。あ、でも瞬きしたら戻っちゃう。キッチンさん花束ありがとう。そう、私も疲れると二重になる。疲れるとというか、でも今日は疲れてない別に。寝たらもう夏休み。そう、今日から夏休み、イエーイ。そう、今日から夏休み。涙袋はいつも大きさ違うって言われるけど全く何もしてないし同じのはず。夏休みいいなって。そう、夏休みです。私はでも宿題をね頑張るので皆さんお仕事頑張ってください。今日8時から5時の間、いつも通り、いつもの平日通りできないとしたら、今日はこの配信で最後です。うん。昨日セッキーがダブルエースだ、なぎしゅうさんみたいになりたいって言ってた。あ、なりたい。なぎしゅうさんめちゃめちゃ仲良しですよね。あ、55分になった。じゃあ、そう、今日レッスンがある。じゃあお礼いきます。13位年中向きの反抗期さん、イエーイ。あ、そう、8時で切れるか試してみようって。そっちもそれを持って試そうと思って。12位サッカーボーイさん、イエーイ、ありがとう。
10位元坂さん、イエイありがとうございます。10位パブロンさん、イエイありがとうございます。9位どんちゃんさん、ありがとう。8位はるさん、イエイありがとうございます。7位こもださん、イエイありがとう。6位、あ、変わった、くもはさん、イエイありがとう。5位、どんちゃんさん、ありがとう。4位、もとたかさん、イエーイ声がいきなりガラガラになり始めたイエーイありがとう。3位、ぶたばらパラダイスさん、イエーイありがとうございます。そう、朝やからね、朝。2位、ゆきさん、イエーイありがとうございます。ありがとう。そして、そして第1位は、じゃん、きわおくんさん、イエーイありがとうございます。ありがとう、感謝の極みですねあ、ニッパーさん使うの忘れとった。待って、謎、なぜか、じゃん、ギワくんさん、ありがとうございます。違う違う、朝だからね、寝ぼけてた寝ぼけてた。そう、じゃあ名前呼んでいきます。そう、朝はいろいろあるよ。疾風神雷さん、マックス・タキさん、タンタンタヌキさん、ラパンさん、オニヤマトゥーさん、ヤッコさん、ナオチェルさん、マサトマさん、ガルワールさん、クノケンさん、タムタムさん、カメキチさん、オヤジーさん、ナカジーさん、ジャンケンさん、アンゾーさん、アンズーさん、ベイケンさん、アレさん、アデルさん、コウジさん、チーさん、ヒロランさん、トマテンさん、テンさん、セツさん、フォースとともにさん、ミキさん、カズユキさん、ユージラマルさん、ケン十一さん、タスキさん、ナオさん、タクシーさん、キシマタクシーさん、カガラさん、ヒロキさん、DK ブラックさん、トールさん、トンディさん、カズユキさん、ヘイパチさん、ゴハンさん、ユジステーキともちゃんさん、アウババックスさん、ナーちゃんさん、アイチーさん、さゆりさん、うちしょうじさん、こめたろうさん、ダニエルさん、トミーさん、トワイさん、レバさん、ヤンマさん、部長の香水ファブリーズさん面白い、うん、よっこさん。よし、じゃあ次はコメント読んでいきます。坂道テクテクさん、手任せプリンスさん、はるさん、ポップコーンさん、あ、ほんまよ、あと1分切れたらできないってこと。タンタンタナキさん、元高さん、コウタン、パパさん、和幸さん、ポップコーンさん、小太さん、しんちゃん、純太郎、あ、トトミチさん、あ、変わっちゃったんだ、トトミチさん、ありがとう。ヨッシーさん、タスキさん、よし、よし、佐々木さん、カルアタさん、よし、じゃあ切れないことを祈って、みんな一旦バイバイ。あ、切れ